い、本日はですねこちらパタゴニアのナノパフジャケットを紹介していきたいなと思います。今日はパタゴニアを紹介するということで、ジャケットもちゃんとパタゴニアの、スナップティーを着て、紹介していきたいなと思うんで、まあそんなことはどうでもいいんですけども、このナノパフジャケットはですねパタゴニアの中でも何ていうんですかね、結構人気の代表的なアイテムになって、それこそ以前からレビューしてくださいっていうリクエストも多かったりしてたんで、あ、じゃあレビューしてみようかなということと、あと以前ですね僕がインナーダウンの比較動画出したんですね。それはユニクロとモンベルと、ノースフェイスの3社の比較っていう動画が出したんですが、その動画がですね嬉しいことに結構再生回数回ってるんですね。ほんなら皆さんもしかしたらインナーダウンが見たいかもしれない、中綿ジャケットが見たいかもしれないということで、これを出せば再生回数が稼げるんじゃないかという、まあ、裏のちょっと本音のところ言いましたけど、そういうところの意味も込めて今回ナノパフのジャケットを購入して紹介していこうかなと思います。でよくですねこういう中綿の薄い系のジャケットってあるじゃないですか。このジャケット紹介した時に必ず言われることっていうのがあるんですね。これ何を言われるかというと、これ真冬でもいけますかという質問が絶対に飛び込んでくるんですよ。でこれはですね先にこの問題について答えておきたいなと思うんですけども、答えから言うと、切れませんということになっててですね、こんなもん真冬にこんな薄いジャケットだけでやって絶対的に風邪ひくと思いますので、まあ、よっぽど暑がりの方やったらいいかなとは思うんですけど、基本的に寒がりっていうか普通の人はこれだけじゃ多分風邪ひいたりインフルエンザになったりとかすると思うので、まあ、体調はね気をつけていただきたいというふうに思います。あくまでこれはね活動する時とか行動する時、だから冬にこう動く時に着用するようとして作られてたりするので、決してねこれ1枚で冬を過ごそうというちょっとそういう危険な考えはやめていただいたらいいかなというふうに思うんですけども、まあ、先によくいただく質問をお答えしておきました。でこれはですねパタゴニアのこういうインナーダウンってねナノパフっていうやつ以外にも結構何個かあるんですよね。で今回どれ買おうかなとかって思った時にいろいろ迷ってたんですよ。それこそなんていうんですかね、ボクシングでいうとこの亀田三兄弟みたいな感じで、まあみんなそれぞれこう有名やけど絶対誰が一番有名なんて言われたら結構迷うじゃないですか。そんな感じでパタゴニアのインナーダウンってここ中綿ジャケットどれが一番いいんって言われたり、どれが一番人気なんて言われてちょっと迷ってはいてたんですけど、やっぱりこのナノパフなんかななんて思ったりしたんで、一応これを購入したっていうことにはなってるので、今日はナノパフの紹介していきたいなと思います。今日の話の流れとしてはですね、まず最初に、形を見てもらいたいなと思います。まあどこにポケットがあったりとか、まあドローコートがどこにあるとかっていうのを見てもらって、その次に特徴ですね、こういった特徴がありますよって言って、でデメリット、そしておすすめの人、そしてサイズ感という順番でいつも通りでいきたいなと思います。まず形から見ていきましょうか。形はですね、タイプ的にはこれスタンドカラーで、首元まで襟があるタイプにはなってるんですけど、これフードタイプもあるんですね。で、まあ、フードタイプってこういうなんていうんですかね、もともとこれインナーでも着れるように作られてるので、あんまりちょっとフードあると着づらいかなって、まあ、僕は思ったんで、今回は、スタンドカラーのフードなしにはしてるんですけども、まあ、そういった形になってて、じゃあポケットはどこにあるんかっていうと、両脇のところにポケットありますね。この両脇のところのポケットは特に裏返しても、なんかこういうあったかいフリースが使われてるとかっていうこともなく、まあ、本当にシャリシャリなままですよね。でこの右側左側両方とも同じようなポケットがジップ付きであって、このジップに関してはもう止水ジップとかではないので全然濡れちゃうような感じにはなってますね。まあ、それ以外にはポケットっていうのはないので、まあ、ポケットは2箇所、そして次は、ジップを真ん中開けていくと裏側というか左胸の内側にポケットが1箇所ありますね。でこのポケットっていうのがですね、まあ、後々にも言うんですけど、ここに収納ができるんですね。このジャケットをここにくるくるくるって入れていって収納してコンパクトに持ち運べるっていうこともできたりするので、そういったポケットがありますね。別に物を入れたりもできるとは思うんですけど、そんな感じになってて、まあポケットは以上3つかなと思うんですけども、裾っ側がですねこれドローコードになってるんですね。で、まあ、これドローコードになってるっていうことで、右だけしかないか、右の腰のところにドローコードあるので、ここキュッて縛ってあげれば風が入ってこないような設計にはなってるんですけども、まあこれね両方あってもいいんちゃうかななんて思うんですけど、片方だけということになってて、例えばそれ以外のジャケットやったらですね、こういうノースフェイスのサンダージャケットっていうジャケットは、これはもう裾もね全部ゴムになってるんですよ。もちろん手首のとこもゴムやし、裾もゴムになってて、こっちのパタゴニアの方は手首のとこはゴムやけども、裾に関してはドローコード、自分でこう引っ張って調節するような形になってますね。まあこれは好みがあるんかなとは思うんですが、そんな感じっていうのが形になってて、じゃあ特徴を見ていきたいなと思います。まず一つ目がですね、こちらのジャケットはですね、もうめちゃくちゃ取り扱いが楽なんですね。このナノパフのジャケットの一番最初の説明がそれかいって感じだと思うんですけど、まあ、とにかく取り扱いが楽なんですよ。でもパッて見てもらったみたいに、このノースフェイスのジャケットはちょっと取り扱いが難しいんですよね。でもこっちのパタゴニアの方は簡単なんですよ。これパッて見て、え、同じやのになんか違うんって言って、これ実は何が違うんですかって、綿なんですって言って、あー綿はこれ以上俺もう綿の話聞くぐらいだったらちょっとパシンコ行ってくるわとか、ちょっと競馬したいわと思うかもしれないと思うんですけど、まあ簡単で、パタゴニアの方はですね、この中綿が全部濡れてもいい綿なんですね。で逆にこのノースフェイスの方に関しては濡れたらあかん綿というか、まあダウンが入ってたりするんですよ。だからあんまり濡らすと良くないっていうのもあったりしてて、まあもちろんそれでも洗い方はあったりするんですけど、
ど、こっちのパタゴニアの方に関してはもう全部人工の中綿なんですよね。だから綿は化学繊維で作られてるやつなんで、もう全然化学繊維って洗濯とかもガンガンできると思うんですけど、そんな感じでこれもネットにくるくるって入れちゃって、そのまま洗濯機にポイーンって回してぐる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 回してあげれば常にこう綺麗な状態で切れると思いますので、まあ、そういったところでこの中綿がまあ特徴的な部分にはなってるんですけど、これがですねプリマロフトっていう中綿なんですね。プリマロフトと聞くともう中綿界の王様なんですよ。でそれこそ、まあ、サッカーでいうところのやっぱりキングって言ったら誰ですかって言ったら絶対カズって言うと思うんですね。皆さんキングって言って誰ですかって言ってトゥーリオとかあとサントスとかっていう人はなかなかいてないと思うんですよ。だいたい三浦和義選手やっていう方多いと思うんですけど、そんな感じで人工の中綿の王様って何ですかって言ったらプリマロフトなんですよ。ほんでまあそれこそ最近ですね、やっぱサッカーも歴史がこうちょっとずつ増えてきて、今やったら30年ぐらい経ってるんですかね、 J リーグが発足して30年ぐらい経ってくると、やっぱキングカズを筆頭にどんどんこうすごいレジェンドたちがまたまた増えてくるんですよね。もちろん七海さん含め、中村俊輔含め、まあそして最近で言ったら新しい久保くんなんかもそうですよね。でレアルのあの2部とかにいてる中井くんって子もいてるんですね。あの子なんかはめちゃくちゃ注目のサッカー選手になってくるだなと思うんですけど、まあそういう子が次の日本を担ってくるんやろうなと思って、まあ結構最近は楽しみに日本代表のニュースが見たりはしてるんですけど、最近ちょっとここ最近はですね、香川選手、本田選手、長友選手がおらんくなったりとかしてて、あれなんかちょっとこう話題性はちょっと欠けたかななんて思ったりはしてるんですけど、まあそれでも楽しみに見てるというぐらいな感覚で、まあ、とりあえず一番このトップの中綿ジャケットっていうのが人工のやつねっていうのがこのプリマロフトなんですよ。もうこれが一番で、その次にいろいろこう今言ったみたいに七海さんとか中村俊輔とか出てるって言ったんだけど、まあそれが例えばノースフェイスいうとこの高電子っていうのをね、ノースフェイスはオリジナルで作り出したりしてるし、アークテリクスやったらコアロフトっていうのをオリジナルで作り出したりしてるし、パタゴニアもパタゴニアで、オリジナルで中綿を作ったりはしてるけども、やっぱりキングカズには勝てないよねと。そのキングカズは何って言ってくると、中綿界でいうとこのプリマロフトなんですよね。でこのプリマロフトっていうのがアメリカが作った米軍に採用するために作ったものになってるので、今ちょっとゴミ収集車がちょっと来てますけども、まあそれはちょっと置いといて話したいなと思うんですけど、そのアメリカ軍に使うために作ったっていうものになってるので、まあ本当に濡れてもいいし、で濡れた上でも保温力が下がらないんですよ。だからこのジャケットの特徴って言ったら、まあもちろん洗濯しやすいのもそうやねんけども、濡れても保温力が下がらないっていうことなんで、全然気にせんと洗濯ガン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 してもらって、着るたびにしてもらっても全く問題ないっていうのがこのナノバフの特徴じゃないかなと思います。そして次がですね、これ筋肉ムキムキマンのシルエットになってないんですね。普通じゃダウンジャケットってこう横一直線に筋肉ムキムキマンみたいなボコボコボコってなってるじゃないですか。だけどこのパタゴニアのナノバフに関してはなんかこうブロック型になってるんですよ。だからブロック型レンガみたいな感じになってて、このレンガジャケットみたいになってるのこれなんでなんかなと思ったりしたら、やっぱりこの綿がね、中の綿が偏らんようにしっかり小分けにされた状態で入れられてるというのも、まあこれも特徴やなと思うんですけども、まあ、男性とかで分かると思うんですけど、やっぱりポジションって大事だと思うんですね。ちょっとポジションずれたりとかしてちょっともぞもぞしていきたりとか、あちょっと今日右に寄ってるなとか、あちょっと今日左に行ってるなとかっていう時ってあると思うんですよ。だからそれこそ、まあ皆さんポジションっていうのは大事、それが息子のポジションであろうが綿のポジションであろうが、いかんせんポジションっていうのは大事にしとこうねって、今日はなんかサッカーに通ずる話が多いかもしれないんですけど、まあ今のサッカーの話じゃないですけどね、まあ、そんな感じになってるので、まあ、とにかくこう中の綿がこう偏ったりすると寒さがねどうしても出ちゃうってことで、均等になるようにっていうことでしっかりこうレンガ状になってるというところもまあ特徴かなと思います。そして次の特徴がですね、先ほど言ったみたいにこの前のジップをパッと開けて内側のポケットに全てジャケットが収納できるんですよね。これは何がいいかというと、特に持ち運びをする際とかっていう時に、例えばオフィスで仕事しますと、まあ、ちょっと寒いな、今日はなんか冷房の効き悪いなっていう時なんかはこれをカバンからくるくるくるって出してあげてパッて羽織ってあげればいいですし、まあ、それ以外にやったらこう電車とか乗ってジャケット着たけど、わなんかまだまだ電車降りひん、あと1時間ぐらい乗ってるけど暑いなってなってきたりしたら、これをパッて脱いであげて、このポケットにくる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 入れてあげるだけで結構ちっちゃくなるんですよね。でカバンの中にポイーンって掘り込んだりもできるっていうことになってるので、まあ、こういった用途を聞いてもらえれば、アウターじゃないねんなっていうのが分かると思うんですよね。まあインナーというかミッドレイヤー中間着みたいな感覚で着て、まあそれこそちょっと寒くなった夏の終わりとか秋口ぐらいだったらアウターで着るのはいいと思うんですけど、まあ、特にこれからの時期はインナーで着たりとかすることとか、あとは室内とかで着るっていうのもまあありかなと思うんですけど、まあ、そういった活動するときに、まあ、パッて羽織るようなぐらいの感覚っていうのがこのナノパフになってくるんかなと思います。そして次の特徴がこれスポーツとかでも着れるんですよね。でこれは何でかっていうと、最初の話にちょっと戻るんですけども、濡れても大丈夫って言ったじゃないですか。だから登山の時とかもちろん着てても全然問題なくて、なんで問題ないのかっていうと、やっぱり登山って汗かいてきたりすると思うんですよね。それこそもうびちゃびちゃになったりすることがあったとしても、これに関しては全然保温力が下がったりすることもないし、そもそもびちゃびちゃになって痛むこともないんですよ。こういったダウンを
こういったノースフェイスのダウンを使ってるアイテムっていうのはあんまり濡れるのはよろしくないんですよね。だから濡れたら濡れたで後でアフターケアしてあげなきゃいけないんですけど、まあ、こっちのパタゴニアの方に関してはそもそもそんなケアする人がないっていうところで、まあ、スポーツなんかにも向いてるし、まあ、もちろん水回りで使う時とかも向いてるっていうところも、まあ、これが特徴になってくるんかなとは思います。で、まあ、一応今のがざっとした特徴かなと思うんですけど、次デメリットに行きたいんですが、デメリットがじゃあ何かっていうとですね、まあ、この中綿ジャケットパッて見てもらったら分かると思うんですけど、結構薄っぺらいんですよね。でそれこそ中の綿って触っても微量に感じるレベルなんですよ。実際着用してて思うんですけど、そんなにあったかくはないんですよね。それこそこのジャケットしか着たことない方からしたら全然あったかいでっていう方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりこういった普通のダウンを使ってるようなこういう薄着のダウン中綿ジャケットっていうのはね、こんなんとかはやっぱあったかいんですよ。でそれに比べるとこのナノバフは暖かさは正直あんまりないというか、まあ、そこまであんまり期待はできひんのかなというところは、正直そもそも保温をするためのジャケットっていうよりかは、まあ、寒い時にこう動くようとして着るっていうのがまあ正しい使い方になってくると思うので、めちゃくちゃ保温力求めて貼る方なんかやったら、まあ、もしかしたら違うインナーダウンとか中綿ジャケットの方がまあいいかもしれんっていう感じかなと思います。まあ、ちなみにこのノースフェイスの中綿ジャケットとはまた比較動画出そうと思ってるので、またそれはそれで見てもらえればどういう方に向いてるんかなっていうのは分かると思うんですけど、まあ、そういったところがちょっとデメリットになってくるんかなと個人的には思います。まあ、あとはね好みがあると思うので、デザインであったりとか下のドローコードが嫌やとかっていうのは好みであったりはすると思うんですけど、まあ、デメリットとしては寒いから上ちょっと1枚買っとこうかっていうところで買うんやったら、ちょっとこれは選ばんくてもいいんかなと、他のやつ選んだ方が暖かさはあったりするんかなっていうところになってますね。じゃあ次おすすめの人がじゃあどんな人がおすすめなんかっていうところになってくると思うんですけど、やっぱりそれこそ持ち運ぶ方であったりだとか、あとそれこそ汗かく人だから運動スポーツする人もそうですし、それ以外にあったらこう水回りだから川とかで使うとかってなったりした時とかでも全然使えたりするので、そういった用途が明確な方はむしろこれの方が多分いいと思うんですよね。でこのジャケットであればちょっと厚くなったらすぐちっちゃくなるし、カバンの中に掘り込める。で中が人工の綿やからペタンコにしても全然問題ない。ほんでそれ以外にやったら、例えばランニングとか登山とかで着用してたりしてて汗かいてきたってなってびっちょびちょになったとしても、すぐ洗ったらいいだけやから全然問題ない。まあ、さらにこう川とかで釣りをしてたりとかしてて、年こいた大人になったけども友達らでちょっとふざけ合ってこかし合ったりとかしてたら、川にビチョンって入ったりとかしても、これやったら全然笑って過ごせれるんですけど、ダウンジャケットだったら笑って過ごせないんですよね。嫁さんの顔が浮かんでこれやばい家帰って怒られるかもしれんと思ったら笑えなくなってくると思うんですけど、このナノパフやったら笑って家に帰れるんだよというようなジャケットになってるので、まあ、そういった方なんかにはおすすめになってくるんじゃないかなというふうには思います。はい、ということで最後はサイズ感見てもらいたいんですけど、サイズがですね、これが M サイズを今回購入してるんですけど、僕大体パタゴニアって毎回 M なんですよね。レトロ X も M サイズやし、トレントしてるジャケットも M サイズやし、まあ、大体全部 M サイズ、このスナップティも M サイズやし、まあ、全部 M サイズなんですけど、まあ、それもこれも大体同じような感じやなっていうことで、まあ、購入はしてますということになってるんですが、今回一応リクエストが多かって購入してて、めっちゃいいですよナノバフって言われて購入はしたんですけど、あこれは結構用途によるなとか、人によってはめっちゃいいと思うやろうけど、人によってはこれのどこがいいって思う人もおるやろうなっていうのは、まあ、正直な感想かなというふうに思うので、まあ、また近々比較とかいろいろ出したいなというふうに思いますので、本日はこの辺で終わりたいなと思いますということになってますので、本日はですねこちらパタゴニアのナノバフジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Got tired. There's nothing left to do but to say goodbye.